はい、では行きます。よーい、どうぞ。こんにちは、高橋みなみです。実は私、エシカル商品始めました。ヒントはこれ。そうですね、あまりこう買い込みすぎないようにしています。その時必要なものをきちんとその分量で買うように、そういうことは心がけてるかなと思います。売り場からお好きなサイズ、それからお好きな本数を選んで測って買っていただくことができるんです。じゃあ明日の朝ごはんとおやつにこの2本お願いします。ありがとうございます。はい、そうしましたらこちらの量りにバナナを。エコバッグとかはスーパーとかに行くとき持っているので、こうマイボトルみたいなものもちょっと持ち歩きたいなっていうのは思ってますね。ありがとうございます。いただきました。1台のエアコンで冷房暖房を賄っております。いや、こんなにいろんな施策があるんだなっていうのは私自身も知らなかったことも多かったですね。いろんなこう悩みを抱えている方にこう耳を傾ける施策があったりとか、あ、こういうのがあるんだっていう驚きが本当にありました。はい、 OK です。撮影以上になります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。すいません、東京都には本当に様々な施策があります。私自身もこの番組を通して学ぶことが多かったんですが、ぜひ皆さんも高見菜の東京を知りたいことを見て、あ、こんな施策あるんだっていうふうに知っていただけたら嬉しいですし、東京都の魅力より知っていただけたら嬉しいです。